今日戦略があるんだよ。残念ながらね。オーストラリア。あれ？カズこんなんかいじゃない。もう一回ちょっと高く上げてもらっていいですか？37カ国語全部喋れると思ったらちょっと無理そうなんで、ちょっと端折りながら進めたいと思います。じゃあ二次会だね。ありがとうございます。あとね、二次会行く前にさ、二回目に後半はですね、花のある話をしたいと思いますので、まずは花を出してから。ね、これは耳っていうので、一応会場ちょっとね、クールダウンしてからスタートしたい。時間ね、時間ないっちってんのに何やってんのかねっていう感じですけど、はい、次行ってみてみましょう。次、タンザニア行きました。これは実はケニアの会社がすごく良かったので、もう一回ケニアに行きたいと思ったんですけど、掟があるんで、私ね、同じところに国は走らないっていう掟を勝手に決めてるんで、行ったんだけど、でここね、ケニアの会社実はタンザニアのツアーも出してくれてて、まあこれで解決ですね、セーフみたいな感じでタンザニア行きました。でコースは実はケニアで行ったのとほぼ同じです。でね、内容はだいたい近いので、ごめんね、ちょっと飛ばさせてもらいます。あ、そう、でもね、ここね、ヤギをこの時解体するのちょっと一緒に立ち会いました。でもありがたくいただくと。でこの時すごかったのは、100人規模のフェスを企画してくれて、なんかね、おー、面白かったですね。でも、あの地元の人がね、なんかやらされてる感じじゃなくて、なんかすごい楽しんでくれてて、すごい良かったです。です。で、これは実はね、ガルルっていう雑誌に載っけてもらって、この後、20回ぐらいかな、いろんな雑誌に載っけてもらいました。このぐらいですね。すいません、ちょっと早く。次はちょっと外せないんで、サハラ砂漠、目指せサハラ砂漠ツーリング。でこれはもう完全に私企画で、以前の参加者6名だったんですけど、以前からの知り合いが3名で、あとは今回初めての方が3名で、1人は事前に日本の国内でお会いしたんですけど、で1人は会えなくて成田空港でしょ。でもう1人は出発の朝に現地のレンタルバイク屋さんで初対面。だからもう全然どんな人か、まあ、メールだけでやり取りしてるだけで行きました。やっぱね、人間勢いあってね、何でもできるもんだと今思うと思います。でもいい人たちでした、本当に。で、ただね、やっぱ募集するのに私、ただしが気をつけてて、あくまでもツアーじゃなくて、個人旅行者が行動を共にするだけですよということを言うようにしてます。で、スペインからサハラ砂漠地帯まで基本的に一緒に行きましょう。でも、嫌だったら途中で離脱してもいいです。言ってくれれば離脱してもいいです。で、帰りはもう各自で勝手に帰ってください。というような形で募集をかけたつもりでした。でこれは、ね、初めてなのが、やっぱ自力で国境を越えなきゃいけない。スペインで買って、モロッコに渡ったん で、あと初めて導入したのは GPS なんです。これ、まあ、簡単なカーナビみたいなやつなんですけど、ちょ簡単な地図が出て、今のいる場所と方向が分かるっていうので、やっぱ画期的ですね、これはね、今までとは。で、単三電池2本で大体7時間ぐらい駆動するんで、まあ1日半ぐらいなんか持つような感じで使ってました。これは私は方向音痴なんでね、ないと思うためです。はい、でもね、使ってない人もちゃんと街から出てくるんだよね、すごいよね。これ大体ね、休憩するとね、反対向きに元来た道に戻る癖があって言われる。しばらくしてから、なんか見た景色だなと思って戻ってくるっていうのよくやってます。ああじゃなくて、次行こう。で、レンタルバイクはマドリードのハッピーライダーっていうところで、ここはまあ、知り合いも含めてすごい有名なところで、まあ、バイクの状態も良くて、皆さん使っているところを利用しました。で本当整備は完璧ですね。でフェリーでモロッコに渡って、基本的にモロッコの入り口から、サハラ砂漠地帯ここなんですけど、でオフロードは、ね、実際ここだけです。このエルファーフォードからメルズーガというところですね。でエルフードで、ちょっと砂漠走行自信ない人は3台は預けて宿に、ガイドと車を雇って出発したらば砂嵐っぽくなってきまして、でもうあっという間にも全然見えないで、これ車から後ろのバイク撮ってるんですけど、あだからやっぱ怖いですね、砂嵐ってね。でやっと嵐の中メルズーカに着いたんですけど、ここでは宿ないよって言われて、でで、ラクダに乗って向こう行くとあるよって言われて、でもちろん、プラスホニャララのことかかるよって言われて、
まあ、大体ねいいねの7割ぐらいにしてまあラクダに乗っていきました。もちろんトイレはオールね、素晴らしい。そうなんですけど、広いサハラ砂漠でも大体ねみんな多分こういう感じのところでやりたいと思うんだけど、これこうね催して砂丘越えてあここって言ったらそこにもうねなんかティッシュとか落ちてて、なんかサハラ砂漠で同じところに住んなよとか思ったんだけど、そんなもんみたいです。でまあ走ってますねサハラ砂漠、これいい感じで撮ってますよね。でもね実際はねこれねわざわざ撮ってます。で道こう走ってるんですわ。でわざわざこうやらないと撮れない感じで、実際はこういう硬い土のまあ土壌っていうんですかね、そのところが多かったです。であとはねまあいいやごめんあいいか、いろいろ商売ありました。レストランから出てくると俺見てたからお金ちょうだいって言われる人とか、あとね街に入るとねこう何気にこうバイクが近寄ってきてこう道案内してるんですよね。でもちろん案内したでしょって言われるんだけど、面白い。本当にあの会社を起こしたい人はねぜひモロッコ行ってみてください。でここ本当トラブルいろいろ分かってね、いや、まあ、すごい良かったですね。であとねこれサハラ砂漠の最終日の午前中スペインに戻ってマドリードの広場にいたらね道利き強盗っていうのがありました。で道利き強盗っていうのはこう地図とかを持ってきて ここに相手がこう突きつけてここの下のウエストバッグとかからこう盗むっていう手口なんですけど、まあでもやっぱり本当にねあと飛行機乗って帰るだけだと思って油断してるところでやっぱ会うんで面白いですね。でバイクに乗ってる時は割と気が張ってるんで平気みたいなんですけど、あの乗る前かあとはねあのまあ見事ですね、隙間をついてくる。次、ここちょっと離れ外せないウィニエンコ、ね、これはねウィニエンコっていうのは南米ボリビアにあって、で 3600m で、まあ、高山病だから嫌だったんだけど、まあ 100km×120km、まあ、白真っ平って言われたらば、行くしかないなと思って、でこれは前日に友達が使った現地のレンタルツアー会社を利用しました。でガイドをつけてもらって、走行するんですけど、早速やってきたのが、ねこれは事務所で最初にあのすでに高山病の中手続きしてたらば近所の人が何とかないとないって飛び込んできて、そしたらばサポートカーの鍵を壊されてて私たちの荷物ここに入ってたんですけど全部持って帰れ、全部じゃない一部持ってく途中だったのかな。で近所の人が知らせてくれて、でまあすごい大捕物が始まるかと思ったらばまあ犯人がいて現地のスタッフがいて、2人で普通にこうやって立って警察が来るのを待ってました。逃げるでもなく捕まえてるでもなく、まあそんだけなんだよ。でね警察行って荷物一応戻ってきてよかったなっていう感じです。はい、でここら辺からですねちゃんとした、まあ、雑誌の掲載もちょっといくつか始まってたの、あ掲載じゃない掲載する機会もあったので、あのちゃんとした写真を撮りたいと思って一眼レフとリバーサルフィルムと、あとねこの時魚眼レンズってちょっとこう何て言うかな広角のレンズを導入しました。で、休憩終わりにね行くよって言われて、あのもうカメラ買った時にできるだけ近づいて撮れって言われたんで、で押した写真はこれで、これいろいろ使ってるやつなんですけど、まあ偶然待って撮れました。であと街中の宿なんですけど、なんかこれもなんかいい感じでね、たまたまこれスタッフなんですけどガイドさん通りかかってるなんかいい感じに撮りました。でウユニはこれはウユニの塩を切り出して運んでるところ、あのウユニ塩湖の周辺もすごい綺麗です。でチリ側に向かっていったんですけど本当綺麗 でチリのサンペドラ・アタカマっていうところが標高 2400m なんでちょっと高山病が怖かったんで下げるのにここ入れました。でねチリに入るともう途端に舗装道路、まあ豊かなんでしょうね。でずっと下っていって、下ったところにチリ側の入国鉄器があるっていう、あの高いところには来たがらないんですかねチリの人はね。でもねこの時はもうコースに順応しちゃってたんでわざわざあの標高下げなくても大丈夫だったんですけど、もう一つこの頃気がついたのが、南国すぎると寒いっていうことが気がつきましたよと、ね、赤道を越えるとどんどん寒くなってきますからね。であとこの頃はねまたね長い休み恐怖症っていうのが勝手に名前をつけてんだけど、1週間以上の休みがあってね、日本にいるとねすごいこうなんで敗北感とか失敗したなとかで当てがいし損ねたとかいう感じで、あと新年日本で迎えたりしたらもう大変ですね、ああなんで俺はここにいるんだみたいな感じになってきて、何やってんだか分かんなくなってきました。
次カンボジア。カンボジアはこれ初めてレンタルバイクに事前予約なしだったと思います。で、アンコシュムリアップでアンコールワット行って、この時はカブタイプをちょっと借りて走ってアンコールワットにも入って、でアンコールトムトムとか、あとね周辺もなんかいい感じなんですよ、やっぱりね。です。あとはあの海側のシアヌークビルってとこ行って、なぜかダイビングとかもしました。であとねトイレが綺麗、めちゃくちゃでした。ただカンボジアはやっぱ地雷があるんでね、こうそこら辺でするのはちょっと危険だったかも。まだ当時はね。であとこの時見たの、初めて見たのがペットボトルのガソリンスタンド、これがこれ2リットルかな、これ1リットルでそのままこうユートを入れてくれるっていう、なかなか合理的な、電気もいらないんで。であとはこれ豚とあと鶏がね、これまだ少ない方なんですけどね。あ、これも初めて見ました。で、あとはキリングフィールドっていうところに来たんですけど、これポルポト政権で虐殺された人たちが、まあ、埋まってたとこをちょっと掘り起こして、まあ、ここのなんていうかな、塔の中に、入れ塔の中に安置してるっていうようなところでした。で、実はこれ俺知らなくて、一緒に行った人が行きたいって言われてくっついてったんですけど、多分ね、知らなくても近くに行くとなんかね、やっぱザワザワザワってするんですよね、不思議と。なんかやっぱそういうの、別に霊感も何もないんですけど、あの何か所かやっぱ行きましたけど、ありますね。で新年はプノンペンで迎えました。であとはね、子供たちがまあ可愛いっていうか、あの笑顔がね本当にいいです、この地域は。で次グアム。グアムね、あのパック旅行で行って偶然見つけちゃって、ちょっと走っただけな、ね、ちょっと端折りたいと思います。あのこれ当時の内縁の妻ね、いつも一人でこうみんなと他の人と行くから、いい加減に私と行きなさいって言われて、はいすいませんって言って週末で撮ったんですけどね。それでもバイク乗ったからまた怒られました。なんかはい、次ホンジュラスツーリング。ホンジュラスはこれはあれですね、やっぱり前の年にあの友人が使ったレンタルバイク会社でチベットツアーで知り合った人と2人で行きました。でホンジュラスって皆さんなんかイメージするもの多分ないですよね。ここ行きたいとか、あの遺跡とか多少あるんですけど、ないと思うんですけど、あのねそこが私はすごい良かったですね。あの特に例えばエアーズロックとか目標がないのがなんかすごく良くて、ね宣伝できます、お姉さん薄着でね好きです。はい、でちょっと待ってくださいね、ここでやっと1枚目が終わって、本当はここで休憩の予定だったんだけどさやばい、撮ってくださいね。ごめんね松尾さん、早口ですいません。次、ラオスツーリングから行くんですが、ラオス違う、ラオスはね、レンタルバイクで事前予約なしかな、ここも。で、これはタンザニアツーリング行った友達と2人で比較しました。で、びっくりしたのは、ビザもね、空港で取らなきゃいけない。事前に取ってなくて、で、ホテルの予約もできてなくて、レンタルバイクの予約もできてない状態で、しかもね、飛行機夜着便だったんですよね。なんだけど、で、多分ここらにホテルがあって、ここらにレンタルバイクあるっていう情報だけで行きました。で、ね、行ったらビザすぐにピューってなんか、5分ぐらいでくれて、でパッて出たらタクシー行って、であのこのホテル行ってみてって言ったら、そこすんなりチェックインできて、着陸1時間ぐらいでもう部屋でくつろいでびっくりしました。で翌日レンタルバイクもすんなり見つかって、状態もかなり良かったですね。ホンダ系のやつが多かったんですけど、で、あのまあ、ちょっと外国人旅行者珍しいのが、泊まると、ね、子供たちとか寄ってきてくれてすごい面白かったです。あ、寄ってこなくても面白いんだけどね。で、あとこれ触れたいやつ買ったゴミ箱で、これね、この後実はこの地域割と出かけました。で、まあ変わらずやっぱこれタイプ違うんですけど、電気温水器ですね。あの、でね、こういうしびれやすいやつですね。で、あとはね、ここ、あ、そう、あとね、このね、あったかい地域のケーキがね、中米とかでも見るんだけど、食べたことあります？
ないよね。ちょっと どうなんでしょうね。はい、次でね、あとね、やっぱポンサワンっていうところにちょっとこう行ったんですけど、でここは実はね、ベトナムの補給、ベトナム戦争当時に補給路に当たると言われてて、あのすごい爆撃を受けたらしいんです。で今でもこの門の柱とか、あと建物の一部にこの爆弾の殻とかを使ってるようなところなんですけど、でやっぱりこれも知らないで行ったんですけど、やっぱり帰ってきてからそれなりにやっぱりなんか、まあ、入るというかね、勉強しました。で、あと門族のお見合いのちょうど時期で、ね、これがね、こっちに女性かな、で向こうに男性かなとか並んで、まあ、ありなれんげんのかな、まあ、あり投げて受け取ったら、まあ、OK かなみたいな感じだったと思います。で、それで、まあ、女性は結構着飾ってる人が多かったですね。あとはそうかこの人ね、写真撮ろうとしたらこの人が成立させてくれて、ね、ちゃんとこう、あんま変わんなかったんですけどね、本当優しい人たちが多かったです。で、ラオスの印象は本当に、まあ、穏やかで優しくて、で食事もすんごい美味しかったんでね、あのすごいいいとこでした。今一番穏やかかな、今まで行った中で。で、まあそこそこね、でこれはちょっとごめんなさい、ラオスじゃなくて、あのパパのところね、バンコクのね、多分、まあ、元男性だと思うんですけど、はい、次、ベトナムはちょっとごめんなさい、はしょったいと思います。でね、ちょっとベトナムで一言言いたいのは、私ね、結構タクシーとか全部ダメだったんですよ。全部違うとこ連れて帰りたい、あと、まあ、料金全然違うとか、あと最後は、ホテルで前払いで払って、怖いから、最後嫌なんで、ホテルで予約してもらったの。で、ホテルに前払いで払ったんだけど、結局タクシー運転手もらってないって言って、で、しょうもないレシート持たせて、もう取ってきてくださいって、とかね。で、あんまいい印象がないんだけど、ベトナムすごいいいっていう人も多いんですよね。だからこれは本当にね、自分でも行ってみてくださいとしか言えません。あの、偶然会った人によっても全然印象違うと思うので、で、ある人が面白くないって言っても、そんな信用しちゃダメですから、自分で行ってとにかく判断するのがいいと思います。子供たちはね、可愛いです。次、タイツーリングは、これはですね、ガイド付きで、服部清輝さんってね、元トライアル選手で1980年に日本人として初めて世界戦にフル参戦したという方がいて、その人がやってる、ところを利用させてもらいました。で、見事だったのが、これ服部さんってそのガイドさんが撮ってるんだけど、この先の道がね、ちょっとね変わるんですよね。こう急なカーブがあって危ない道とかなんだけど、そういうところ手前で写真を撮るんですよね、この人。で、そこでおのずとスピードが緩まる。絶妙ですね、さすが知り尽くして。で、あとやっぱね、カーブの先に道はないと思わなきゃいけないっていうのはこの時よく思い知りました。これ周りとしては全部一面水牛とかってね、散々ありましたね。あと、まあ、橋落ちてるとかもいろいろあったんですけど、で急ぎつつちょっと象に乗らせてもらいました。でね、これがさ、川に入ってきてさ、で少年が、あの象使いの少年が服を脱いでるわけですよね。で、そうするとどうなるかというと、ちゃんとこう落としてくれる、落として上がるともう一回落としてくれる、で、やったね、はい。でさ、言っといてよって感じで、もう全部びしょびしょで、全部昼飯食いながら乾かしました。で、食事とかは美味しいですね、やっぱり合う、うん、で、あ、これもね、あのラオスで行った舞台なんですけどね、やっぱこの地域でね、似てるんだと思います。で、次がね、ゴールデントライアングルって言われるところですね。ここはあのラオス、タイ、ミャンマーかなのここにあるんですけど、3カ国の、まあ、昔で麻薬とかですごい有名だったんですけど、もう私が行った時は割と観光地で、これがタイからミャンマーに抜ける国境なんですけど、で、ここね、当時は体だけなら簡単に入りました。あのミャンマー側のそのそこの極光の国境の町だけなら体だけはすぐ入る。だけどこの時ね、バイク借りる時にあのパスポート預けちゃってて、で渡れなかったんですよね。で、すっごい悔しい思いをしました。これタイ側で、ここミャンマーに行けない、この橋渡ればミャンマー行けないと思って、悔しいと思いつつ、まあ、ちょっと次につながるんですけど、ね、で、あと
当時結構チェンマイからこのルートってあの他の人にはすごい私勧めてました。あの物価的にもいいし治安もいいし、で次は絶対国境を渡る、誓いましたね。やっぱり空港系可愛いですね、やっぱね、これね。これどこだっけ、チェンマイの空港かな、折れちゃいますね。あとこれタイガービールのお姉さんもね結構好きでしたけど、なんか乾杯セクシーとね、いいですね。はい、それじゃなくて、次インドっていうの、この頃はね自分で候補先を調べつつも、もうめんどくさいんで同窓人っていう会社に、俺の言ってない、あ、じゃあね、私の言ってないとこでどっかレストランないんですかってもうね、でその中から優先順位自分で決めて、まあ、行くというので来たのはインド2でね、実はインドってすごい書物とかもいっぱい出てて、まあまあ悪どいとかすごいね悪いこといっぱい書いてあるんだけど、でそろそろ実際に行ってみなきゃなと思って来ました。で同窓人に手配聞いたら OK で、でこの時も2人で行ったんですけど、ね、私はガンジスが絶対行きたいで、一緒に来た田島春のあそこは外せないとか言って、でデリーが起点だったんでどうなったかというと、田島春とデリーね、田島春で俺が行きたいガンジスがで、結局こんなね、まあ、ルートになったんですけど、まあでも良かったですね。でこれタージマハル、これガンジス川で、あの、まあ、街中とかは本当牛も多いし、まあそんな感じなんですけど、あとねやっぱね金剛交通がすごくて、あの旧車が馬車を抜かしてその脇をこのトラクターが抜くとかっていうのも30、40追い越しがねもうそういうのがあってね、面白いです。でトイレは割と綺麗ですね。でこれは素晴らしいですね、この便座がなくても大丈夫、和洋折衷トイレ、そして5種類とね、素晴らしい、5種類とあった。でちょっとここら辺はトイレ行きます。であでね、あとねこれインドはねもうねあれですよ、途中からもう昼飯めんどくさくて食わなくなりました。でなぜかっていうと、ご飯食べて得られるエネルギーよりもご飯を食べるために消するエネルギーの方が多くなった。でご飯じゃない、ちょっと一例を言うと、コーラいくらですか、例えば100円です、日本ください、400円です、なんでいや、安だからさ、と言われるわけですよ。で、大体300円くらいまとめて納めて買うっていうのやってるぐらいならもう飯食わないっていう感じでした。だけどあのね、本当に一回ね故障しちゃってエンジンかかんなかったんですね、1台ね。そしたら総勢20人ぐらいこういろいろ寄ってきてくれて、もうねエンジンの中のパーツとか、あといろんな工具持ってきてくれて集まってくれて、で、まあ、エンジンかかったんですけど、そしたらば、まあ、あの結構やっぱお礼でちょっとね渡すのに準備してたんですよ、やっぱり本当にありがたかったん でそしたらね、みんな「あ、よかったね」とかって言いなくなった、あのお金いらないですかみたいな感じでしたけど、だ本当に困ってる時はね、お金とか要求しないのかと思いません。あとこれ出発時に持たせられたスペアのパーツなんだけどね、ありがたいけど、どう使うか分かんない、エンジンの中のパーツとかもあって分かんなかったです。でインドはね、やっぱり本とかね、すごい大変って書いてあったんですけど、やっぱりでも基本はすごい優しい感じを受けました。でさ、ここでまで20カ国走ってきて、まあ、国数が多いことには価値がない、価値は別にないと言ってるんだけど、実はすごいこだわってて、でやっぱ違いの目安で国っていう単位を私は意識してるっていう建前にしてました。であとね、人に説明するときに、まあ、分かりやすいですよね、何カ国走ったって言えば、あのそれらにあって興味を持ってもらえるんで、はい。でなんだけど、長期旅行者で130カ国以上走った人もいるんですよね、そこの松尾さんとかもそうですけど、このままじゃね勝てない、勝負じゃないんだけど勝てないと思って、でこっからはもう長期旅行者が行くにくいところに行こうということで、それは島ね、長期旅行者は自分のバイクを持ってってね、そろそろ島に渡す、どうだっていうことで、あとね、他まあ優先順位はいつも情報が少ないところで、これはね予想外のことが起きやすいんで、何にも知らないけど何起こっても予想外なんで、はい、あと適、まあ、繰り返しになりますが、適度なトラブルが起きそう、あとねサラリーマン系ができるだけ行ってないところですね、もうなんかね、ネタ狙いになってきます。あと長期系が今度ね行きにくいところも狙っていこうと思って選んだのがツバル。ツバルはですね、そう、あの温暖化で一番先に沈むって言われてる場所です。
でここね、首都の島、9つの島でツバルの国なんですけど、首都の島に行きました。でクナウチ島っていうんですけど、ここのほぼ全てのところを私走りました。約60キロ、もう完璧ですね。60キロ制覇ですね。で短期間で、そうツバルは本当にフィジーから乗り換えなきゃいけないんで、まあね、長期の人フィジーまで行ってもツバルまでは来れないだろうみたいな感じもあって、まあ、勝負ですからね、頑張っていきました。で標高 4.6、 標高つってもこれ一番高いところですからね、標高 4.6 メートルでビルがあっても2階建てぐらいだったかな。そうそう、一発ですね。でフィジーからあの北へ1000キロ約1000キロだから、フィジーに飛行機で行って、ツバルに飛行機で渡るという感じです。でこれ首都のある島の塊で、ここまあ島がなんていうか陸だったり沈んでたりするときにこうあって、でそこのこの部分がまあ人が住んでる、ここからここまでかな多分ね、居住地域で飛行場があるんだけど、ほとんど飛行場です。もうこれ飛行場 でここね飛行機来ないんですよ。本当はあの学校の行事とか、あとなんかね警察が訓練してたり何でも使ってました。でこれが道路が一番狭いところですね。両側は海です。で国際空港の滑走路を走ったのは初めてです。でこれ実はね、横断するのはいいんだけど縦に走ったんですよ。俺面白くてバーッと走ってたら、翌日怒られましたね。なんか縦に走っちゃダメよって、どこで見てんだか分かんないんですけど。であと初めて見たのが国際空港の中で見てる。まあどうでもいいんですけど、すいません。でさっきも言いましたようにほぼ飛行場なんですね。でこれがこっち滑走路、ここに一般道、こっちにターミナルがあります。で飛行機が着く と、これがね一般道を横切ってターミナル。で飛行機着く時だけ消防車が出てここ通行止めにするんですけど、まあ初めて見ました。あとねこれコスモのエコカードで給水車を寄付したって言ってたんで、その前のやつがここまで使い込んでたらしい。これちょっと借りた画像なんですけど、だこういうね、なんか援助っていろいろ問題もありますけど、こういうのはすごいいいかなと思いました。ここはどこで、まあ島狭いんでやっぱり、ね、お墓とかもすごい身近にあります。で当時ももうすでにこう、まあ、温暖化でしょうね、ヤシが倒れてたりしてどんどんこう島が、狭くなってました。でなんだか知んないけどスキューバダイビングあってるんだけどさ、4メートルぐらいしかないからさ、別にシュノーケリングでいいんだけどスキューバーやったよっていうネタのためにやりました。であとね、当時も欧州の満潮時には、まあ、当時も沈んでました。今ちょっと変わりにして、今はもっと進んでるのかな。これもちょっと借りた写真ですけど、下から湧いてきちゃうんだって、もう水が。だから堤防を作っ、ね、堤防と護岸作っても下から吹いてきちゃう。だから、まあどうにもならない。そうでしたね。で、紙幣はオーストラリアドルなんですけど、コインだけはツバル独自で、もう全部魚シリーズですね。で、これは空港の中で遊ぶことになるし。相変わらず。いいですね、子供はね。はい、この子たちは割とね2日ぐらい なんかね気が合いましたね。なんか2日間ぐらいちょっと一緒に海で遊んでました。次キューバで、キューバも割と行きにくいか、でもちょっと行ってる人いるんだよね。だツバルほどレアじゃないんですけど、キューバ行きました、狙って。でこれは、まあ、バラデロっていうリゾート地が、ここはね実際バスで行ってて、でここスタートでこう回った感じかな。でバラデロってリゾート地があって、そこで行ったらば、まあレンタルバイクがあって、でそのバラデロ地域出ていいかしたら OK って言ったら、ダストぐるって回る感じで行きました。でまあ1950年代のアメ車という国で、まあこれ、まあちょっとタイムスリップした感じもありますよね。持ってきたら高く売れてるね。そうじゃない。であとね、やっぱ教育がすごい充実してる感じはありました。本当にみんな学校行ってる感じですね。あとね、だけどやっぱガソリン少ないとは聞いてたんで、こういう乗り合いバス、これはもうトレーラー改造したでっかいバスですね。こういうのはやっぱりすごい動いてました。であとホテルに窓ガラスがないんですよね。だからガラスが一時期なかったのかな。こういうふうになんかこう、なんだ、3シェード、こうシェードになってるだけでガラス灯がないのが結構ありました。で、あと社会主義なので、ね、看板が少ないんですよね。これホテルなんだけど、ちっちゃくホテルって、ここら辺もなんかちっちゃく書いてあるだけで、だホテルとか探すのがそもそも大変でした。
だけど、この時期からもうすでに民泊が始まってて、でここはすごい良かったですね。食事とかもすごい美味しかった。で、まあ、リゾートもあるんですよね。どこかな。トップレスなんですよ。男二人で行ったなんかね、こういうの見るとね、困りますね。でもね、はい、次がね、あとはこれ、アポシロの船で漁に出てきて、あとこれが自転車につけてんだけど、いいんだけどさ、このガソリンタンク、ペットボトルはちょっと良くないかなとはちょっと思いました。いろんなものが走ってました。じゃあ、あとやったのが、ガス欠して馬車に引いてもらうね。馬車はガス欠しません。あとトイレはね、まあ便座はな、南米、大体便座ないんですけど、あ、中米南米ね、ないけどね、すごい綺麗でした、やっぱり整ってる。で、あとはこの旧車系、1950年代の安倍車、有名なんだよ。実際は新しいヨーロッパ車入ってました。だからここら辺もなかなか行かないと見れないかもしれないですね。はい、次もちょっと外せないんでいきます。ミャンマーツーリング、ミャンマーもなかなか早々入ってないと思うんで、もうネタですからね、海外ツーリングはじゃなくて、すいません、長期旅行者入りにくいということで行きました。で、これは、手法を、そうなんで、バイクで越えられた人がほぼいない、正式には多分いないのかな。で、あと情報がやっぱ偏ってるんで、日本にいると。だから、そういうところにやっぱ実際行ってみたいっていうのはすごい強かったです。で、キューバもそうなんですけど、要するにまあ、どっちかしたらアメリカサイドの情報が入るけど、反対側の情報を知らないんで。です。で、これは、行ったのがタイの、まあ、前も言ったことが迷彩ですね。ここで、迷彩の反対がタチレクっていうのがミャンマー側の国境の町ですね。で、そこから、チェントンっていうところに行って、モンラーって言って、これはね、中国の国境の町です。で、どうやったかっていうと、タイチェン前 あのお願いしたガイドさんに、まあ、相談して、行きたいから行かせてくれって言って、で、やったのが結局タイ人名義の四輪車で、街中でバイク彼らのところを探すという計画できました。ね、これから2年でついに橋を渡りました。で、実はこの時一緒に行った人が先に行ってたんで、橋の上で待ち合わせをしました。よく会えたよね、本当にね。で、街中はで、移動は基本的にこのジムに、これはね、タイ人名義で日本人のそのガイドさんが運転してる。で、なぜかっていうと、タイではね、外国人が基本的に資産ってあんま持てなかったみたいな、当時で。要するに名義を借りて、自分なんていうかな、家とかも全部、まあ、うまいことやって取られないようにして持ってると言ってました。で、これは入れたんで入りました。で、ね、路肩注意は日本の日じゃないかったりもしたんですけど。で、これがね、事前にコースを全部申請しといて、許可証かなんかもらってるんですね。で、町に入ったらエビングレで手続きが必要、まあ、事務所でね、手続きが必要で、あと町のデイリング中に必ずチェックポイントがあります。処理チェックされます。で、道の途中にもチェックポイントがいっぱいあります。で、必ず止まってチェックして、で、実はね、一度チェックポイントがない山道通って逆走とか戻っちゃったんですよね。で、そしたら翌日かな、別のチェックポイントで昨日逆走したでしょって言われたんで、なんか見られてるみたい、なんかいろいろあるんですね。で、これが実際の書類で、まあ、これ車に貼ってあって、こういうのでなんかこうずっとチェックしながら行く。で、これ、まあ、ウィングレの事務所なんです。なんか簡易パスポートみたいなのが出されました。で、これ真ん中の街かな、チェントンでは正式なレンタルバイクがあって、あと中国国境のところでは、ね、個人所有の人を交渉して借りました。でね、その人に車乗ってもらって行ったんだけど、なんかすごい心配そうで、ちょっとね、申し訳ないことしちゃったかなと。やっぱすごい大事なものだったんですよね、きっとね。ずっと車の中をあっと後ろ見てて、ごめんねっていう感じでしたね。で、これはチェントのレンタルバイクですね。ただやっぱり街の外には出られない、チェックポイントから先には全然抜けられませんでした。で、これ結構お気に入りのガソリンスタンドですね。もう飲んでしまいそうな。で、食事、まあ、まあ美味しかったですね、やっぱりあそこら辺の地域なんで。で、あとね、すごかったのは、そのミャンマーと中国国境の町のモンラーっていうところの市場が何でも売ってるんですよね。これ
これはね、蛇トカゲ系ですね。なんか、なんだかわかんない。アルマジロかな。で、これトカゲでしょ。でね、あとね、ヒョウチュウですかね。小さな、あと、猛禽類とか。サル、まあ、は売ってないのかな、わかんないけど。とにかく、これ蛇でしょ、サルでしょ。本当に。なんでも。で、あとね、賭博系も多分ありました。ここ推測ですけど。で、モンラーの町って、実は中国圏なんですよ。で、で実質中国ですね。でミャンマーの特別区になってるみたい でそこから推測すると、多分あの中国の法律も、まあ、あんま適用しなくてって、ミャンマーの法律も適用しないで、まあ、基本的には無法地帯で何でもあのいいみたいな。バッチももちろん女性も並んでいましたし、まあ、何でもありましたね。で新年はここで迎えて、でこれはミャンマーから見た中国国境で、まあもちろんここから先には越えられてないんですけど、ね、中国を越えられるようになるといいですね。でいつものお姉さんシリーズでね、やっぱ大陸なんですけど、この子とかね、目がね青なんですよね。あのだからいろいろこう入り混じってるのかなとはちょっと思いました。まあカラーコントロールかもしれないですけどね。なんかねやっぱり日本、まあ、島国とちょっと違う感じはありますね。あとこれ田中ね、田中こうラオスで有名ななんかねこう染めるやつがあるんですけど、そんな子もいました。ラオスの方に行かない、本当に人はとっても穏やかでした。でもやっぱりね、軍事政権のせいかちょっと肌で感じる緊張感はあったんですけど、なんていうかな、あの街中の治安は今まで多分一番良かった。で一回街中で道を聞いたら、ね、女性一人が私たちの車、要するに外国人の車に乗り込んできて案内してくれたんですよ。こんなの日本、まあこんなの危ないんですけどね。でもそのぐらい治安がいい。でそれは多分ね、街の出入り口にチェックポイントがあるんで、あの出ようとしても止められるからっていうのもあるかもしれないです。だ治安的にはある意味良かった。で子供たちはとってもね可愛いですね。あとね、すいませんね、ここだけなんかね屋台がポコポコあったんだけど、ちょこちょこあんだけど、こんなお酒売ってるんですよね。ね、綺麗でしょ。ちょっと多分違う商売かなとは推測しましたけど、はい、ということで次はマダガスカル。今どこまで来たの？あ、半分近くまで来ましたね。すいません。それで、さあ、まあこれも。まあ、島シリーズですね。割と